1997年5月30日、ビビジのウナが韓国ソウルのエリ川区に誕生しました。タイムは美味しそうな牡蠣をきれいな風呂敷に包むというもので、猫みたいに可愛らしい女の子にご両親はチョンウンビと名付けます。ウナは幼い頃から歌うことがとても好きだった少女でした。幼稚園にもマイクを持って通うほどで、ステージで歌を歌う二十歳の自分を想像していたそうです。しかし幼いウナに本当に大きな壁が立ちはだかります。それまで病気なく健康に成長をしていたウナでしたが、5歳の時幼稚園に通えないほど重病になってしまったのです。50万人に1人がかかる細胞組織急症になり、長い時間癌病棟に入院していました。これは白血球の中の組織球が増殖する病気で、治療しなければ臓器が壊れる恐ろしい病気だと言います。しかし治療のおかげで幸いにも小学6年生になると完治の判定を受けるほど回復しました。ユナはそんな苦しい闘病生活でも夢を諦めませんでした。無事に元気になったユナは10歳の時歌手になるための第一歩を踏み出します。名道ミリオリダンスチームの初等部に入ることになったのです。そこでストリートダンスやガールズヒップホップを学んだウナは運命的な人物に出会いました。その後 G フレンドとして一緒にデビューするシンビです。二人ともウンビという同じ本名を持つ不思議な縁もあり、実の姉妹のように仲良くなったと言います。シンビと一緒にダンスチームで活動していたウナはだんだんとそのスター性を世の中に見せつけます。11歳の時モデルコンテストに出場し、小学生とは思えないオーラでダンス、歌、ポーズを決めるウナの姿が残っていますね。そして歌手よりも先に役者になるチャンスがやってきました。子役専門の事務所に入ったウナはそのルックスでドラマや CM などで活躍します。中には主演クラスの抜擢だった愛と戦争もあります。しかしウナは幼い頃の夢を追いかけたかったようです。そして当時注目の子役として多くのチャンスがあったものの、歌手になるために練習生生活をスタートします。でも人生はそう簡単ではありませんでした。中学生になったウナに早くからスランプがやってきたのです。幼い頃から歌うのが楽しく、協会の大会で金賞を受賞するほど才能も溢れていた彼女でしたが、自分の実力に自信が持てなくなってしまったと言います。ウナは自分が好きなほど歌が上手でもないし外見がずば抜けて綺麗なわけでもなくダンスが上手でもないと思ったと明かしたことがあります。ウナの目には自分より優秀な人がたくさん見え自分には才能がないと落ち込んでしまったようです。そんな苦しむウナの姿にご両親は歌をやめることを勧め15歳になったウナは夢を一旦諦めます。歌手になることをやめたウナは心機一転将来のために勉強を始めるのですが、やはり天才でした。塾に通わなくても学内で15位になり、高校1年生の時は模擬試験の準備をしないまま全国 4% の成績を叩き出すほど頭が良かったのです。何でもできてしまって羨ましいですね。しかしウナ自身はその生活があまりに平凡で満足できなかったようで、才能と夢に対する情熱を諦められず人民女子校のバンド部ボーカルとして活動することにします。すると同じ時期に運命的なことが起こります。当時ソースミュージックでグフレンドデビュー組のデビューを準備していたのですが、一人のメンバーが無断離脱し、新しいメンバーを見つからないとデビューが白紙になる危機に陥っていたのです。そんなピンチに事務所の一人の社員の頭の中に以前社内で印象深かった一人の少女が思い浮かびます。それがウナでした。とても可愛く歌も上手だったことを思い出した社員はすぐに連絡して、ウナにデビュー組になるオーディションを受けないか提案したと言います。スランプでしばらく歌手への道を諦めていたウナでしたが、このオファーに挑戦することにします。やっぱり歌手になる運命だったのでしょう。そして見事オーディションに合格したウナは2ヶ月ほどボーカルレッスンを受け、G フレンドのデビュー組に最終合流することになりました。再び歌手への道を歩き始め、
最後のメンバーとして合流することになったウナ。リーダーであるソーンはウナについて、最初は消極的で静かな子だったと明かし、学生から突如アイドルのデビュー組に入った状況にウナ本人も驚いていたのかもしれません。しかしチームには幼い頃に出会った同じ名前のウンビがいて、そのおかげでウナは慣れるのに時間はかからなかったようです。さらに他のメンバーたちもウナが溶け込めるようたくさん気遣ってくれました。ユジュはウナが苦しんでいる時期に、頑張ろう、やってみよう、と応援メールを送りウナは感動して泣いたと言います。そういったメンバーたちに囲まれたウナは練習生生活をなんとか乗り越え、ついに G フレンドのメンバーとして歌手という夢を叶えることになります。グラスビードでデビューした G フレンドは中小事務所のガールズグループとは思えないほどの勢いで成長していきました。特にグラスビード、ニーグスタス TU ラフと続く学校シリーズはパワフルなダンスとピュアな歌で G フレンドだけのコンセプトを作り上げます。デビューと同時に様々な新人賞を総なめにし、活動期間中は音楽番組1位を計71回、トリプルクラウンは8回とすごい人気を得ました。ウナはリードボーカルというポジションでユジュと共に G フレンドの歌を引っ張っていましたね。彼女特有のキラキラと澄んだ歌声と安定感あるライブパフォーマンスでファンたちの心をがっちり掴みました。さらにウナの正直で可愛い魅力は爆発したクリームパンなど数多くのニックネームを作り出します。中小企業であったソースミュージックも HYBE という大企業の傘下となり、G フレンドも世界へ飛び出すのかと思いましたが、2021年5月 G フレンドメンバー全員の契約満了が突如伝えられ、全世界の K-POP ファンに衝撃を与えます。未だに一体なぜという疑問が残る事件で、ウナとメンバーたちは自筆の手紙を通じてファンたちはこの事実を受け入れることになりました。ウナは手紙で、どこでどんな姿でいてもこれからも歌を歌うつもりだという言葉を残しています。G フレンドの活動終了後、ユリンはサブライムアーティストエージェンシーへ、ソウォンは IOK カンパニーに、ユジュがコネクトエンターテインメントへの移籍が伝えられます。しかしウナとシンビ、オムジのニュースが伝えられず不安がるファンもいた中、2021年10月、3人は一緒にビッグプラネットメイドに移籍が発表されました。G フレンドのメンバー全員が揃わず残念な気持ちもありますが、それでも3人がビビジとしてカムバすることに多くのファンが喜んだようです。2022年2月9日、ビビジの初のミニアルバムビームオブプリズムのボップボップが午後6時に公開され、彼女たちがカムバが公式発表されました。最初に公開されたウナの個人コンセプトビデオはキュートではつらつとした彼女が見られ、他のサンプルでは色気あるシーンもあるなど、今回はどんな曲なのか期待するファンも多かったといいます。しかしまたもファンたちにとって衝撃的なニュースが出ます。3人がコロナにかかってしまったのです。この知らせにファンからはビビジの健康を心配する声と一緒にカムバが延期するのではないかという憶測も出ました。そんな不安な状況でもウナは V ライブを通じて体温を測って見せながらファンを安心させ、予定通り9日にデビューできるという嬉しい知らせも教えてくれましたね。こうやっていつもファンたちをまず先に考えるウナ。これからも体を大切にしながら幼い頃からの夢である歌手活動を幸せに続けてほしいと思います。現在2022年を代表する K-POP 界の女王の座をかけたサバイバル番組クイーンダム2にウナが所属するビビジも出演しています。ウナの活躍が気になる人は絶対チェックですね。ご視聴ありがとうございました。コメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。